モンスターズゾーン TV 始まりました。さて今回はね、私一つ気づいちゃったんですよ。最近バナナ味の商品ってやたら多くないですか？なんかコンビニに行ったらいろんなねバナナ味のものを発見したんですよ。で今回ご紹介したいのはこちら、ポテトチップスバナナ味。はい、ポテトチップスバナナ味。バナナ味食べたことないですよね。僕もこれ初めてです。バナナ味、バナナパウダー使用、なんか気になりますよね。気になったんで早速買っちゃいました。じゃあ早速ね開けていきたいと思います。ういやばい。待って、めちゃくちゃバナナの匂いする。すげえ。いやすごいですよ。どう、すごいでしょね。バナナの匂い、わかんねえか、わかんねえわな。やばいって、めちゃくちゃバナナの匂いする。すげえ。これバナナですよ。ポテチじゃないっすよ。これバナナですよ。しかもうまい方の、うまい方のでまずい方のバナナはなんじゃって話だけど、うん、めちゃくちゃいい匂い。これやばいわ。匂いがここまでバナナってことは味ももちろんバナナだと思います。早速じゃあそのバナナポテチを食べてみたいと思います。いただきます。うん、サクサクバナナって感じ。うん、ポテチじゃないサクサクバナナ。すごいね、ここまで再現できるんすね。うわすげえ。何これ、そんなにね、サクサクバナナ、うん、マジでサクサクバナナ。うんうん、あ、うまいわ。これね、そのまま勢いよく食べちゃうともうサクサクバナナで終わるんだけど、よく味わってみると塩気が少しあるのよ。奥の方に塩気があるんですよ。なんか味のね、そこでポテチを感じれる。うん、サクサクバナナ、うん、サクサクバナナです、うん、食べ方もなんかいろいろとあるみたいですね。ポテトチップスで簡単アレンジ、マシュマロバナナトースト風、パリッとしたポテトチップスバナナ味とふわふわのマシュマロの食感が絶妙。あ、これすごいな、めちゃくちゃうまそう。これね、なんかチョコソースもかけて、これ絶対合うっすよ。うん、多分これやったらふわふわのマシュマロの食感、うん、わかる。でこれトーストでしょ、パンの食感わかる。そこにこのバナナチップス入ったら、さらに新しいこのサクサク感が食感としてここに混ざるから、めちゃくちゃうまい新しいねものができちゃいますよ。皆さんね、これぜひ試してもらいたいです。多分うまいと思います。今うちパンないんでやんないっす。はい。うん、でもね、そのまま食べてもうまい。これはちょっと一度試してもらいたいですね。うん、ポテトチップスバナナ味、バナナの優しい甘さとポテトチップスのパリッとした食感が相性抜群、そんなバナナ、なんかもうこれカルビーじゃないでね、小池屋さんですね。うん、なんかそういうシャレが入ってくるとじゃが旅行思い出しますよね。はい、でもね、互いにじゃが旅行もポテトチップスもなんかシャレのセンスはなんかよくわからんけど、ただ味は間違いないですね。めちゃくちゃうまいです。
これはぜひとも試してもらいたいと思います。はい、それでは最後にポテチを使ったモノマネをして締めたいと思います。ドナルドダック。